八内かずき姫。昔々、河内の国に一人の大金持ちが住んでいました。何不自由ない暮らしをしていましたが、子供だけはどうしても授かりません。それで毎晩、長谷寺の観音様に手を合わせてお願いをして、ついに念願の子供が生まれたのです。その子供は、 お母さんによく似た美しい姫です。ところが、姫が13歳になった年、お母さんは重い病気にかかりました。お母さんは姫を枕元に呼ぶと、私はまもなく遠いところへ行きます。私がいなくなるのは運命ですから、悲しむ必要はありません。さあ、母の形見にこれを頭に乗せていなさい。 きっと役に立ちますからね。そう言って、重い箱を姫の頭の上に乗せたばかりか、大きな木の鉢まで被せました。そしてお母さんは亡くなりました。お父さんは姫の頭の上の鉢を取ろうとしますが、どうしても外せません。そのために姫は、鉢かずき、 と言ってバカにされれたたたりりいじめらししましたやがてお父さんに二度目の奥さんがやってきました。この新しいお母さんが悪い人で、八一月姫に意地悪をしたり、陰口を叩いたり、最後にはお父さんをうまくだまして、八一月姫を追い出してしまったのです。 家を追い出された八か月姫は、しくしく泣きながら大きな川のほとりにやってきました。どこへ行ってもいじめられるのなら、ひと思いにお母様のそばへ行こう。ドボーン,ボーン思い切って川の流れに飛び込みましたが、木の鉢のおかげで浮き上がってしまいました。八か月姫は、 死ぬことさえできないのです。村の子供たちが、はちかづき姫に石を投げました。わーい、頭がおわん、体が人間、おばけだー。ちょうどその時、この国の殿様で、山陰の中条という人が、家来を連れてそこを通りかかりました。中条は親切な人だったので、 八ちかを家に連れて帰って、風呂き女にすることにしました。この中条には4人の男の子がいます。上の3人は結婚していましたが、一番下の若君にはまだお嫁さんがいませんでした。心の優しい若君は、八ちか姫が傷だらけの手で水を運んだり、 お風呂をたいたりするのを見て慰めました。辛抱しなさい。きっと良いことがあるからね。はい。はちかずき姫はどんなに嬉しかったことでしょう。こんなに優しい言葉をかけられたのはお母さんが死んでから初めてです。それから何日か過ぎました。若君は お父さんの前へ出ると、父上、私はあの娘と結婚しようと思います。辛抱強く心の優しいところが気に入りました。と言ったのです。もちろんお父さんの中将は反対です。ならん、あんな風呂き女など。いいえ、あの娘は素晴らしい女性です。 あれほどの娘は他にはいません。素晴らしい。他にはいないだとよーし。では、嫁合わせをしようではないか。兄たちの嫁とあの八ずきを比べようではないか。三人の兄の嫁はとても美しい娘です。こうすれば八一月姫は恥ずかしくて、 自分からどこかへ行ってしまうだろうと考えたのです。さて、いよいよ嫁合わせの夜が来ました。八ちか姫は思わず手を合わせて、長谷寺の方を拝みました。お母様、観音様、今夜嫁合わせがあります。お兄様方のお嫁さんは、 とても美しい姫君たちと聞きます。私のような鉢かずきが出て行って、愛おしい若君に恥をかかせるくらいなら、いっそこのままどこかへ。その時です。今までどうしても外れなかった頭の木鉢がぽろりと外れたのです。鉢の下からは、 輝くばかりの姫が現れました。そして、鉢の中からは、金銀宝石が後から後からこぼれ出ました。そこへ現れた若君が言いました。やはりあなたは素晴らしい娘だ。さあ、美しい姫よ、嫁合わせに行きましょう。屋敷の中では、 三人の兄たちの美しく着飾った姫たちが並んでいます。そこへ、八か月姫がニコニコと笑いながら現れました。おお<ー>、お父さんの中将が思わず声を上げたほどの眩しいばかりの美しさです。中将は、八か月姫の手を取って自分の横に座らせると馬鹿気味に言いました。 全くお前の言う通り素晴らしい娘だ。この娘を妻とし幸せに暮らすがよい。はい、父上。ありがとうございます、お父様。それから若君と姫は仲むつまじく暮らして、二人の間には何人かの子供も生まれました。ある時、はちかづき姫が 長谷寺の観音様にお参りをしたときのことです。本堂の片隅で、みすぼらしい姿のお坊さんに会いました。そのお坊さんの顔を見て、八ちかき姫はびっくり。まあ、お父様ではありませんか。姫姫か。二人は抱き合って、数年ぶりの再会を喜びました。 しり落ちぶれて、新しい奥さんにも見捨てられたお父さんは、八かずき姫を追い出したことを後悔して、旅をしながら、八かずき姫を探していたのです。すまなかった、本当にすまなかった。泣いて謝るお父さんに、八かずき姫はにっこり微笑みました。いいえ、いろいろありましたが、 今はとても幸せなのですよ。それからお父さんははちかづき姫のところに引き取られ幸せに暮らしました。おしまい。